っしゃいませ。来てくれたんですね。にゃー、ご予約のお客様、ご来店にゃー。美少女だらけのダンジョンパラダイスへようこそ。今からダンジョンに行くのかい？どうしたんだい急に。ベル君、頼む、俺を失望させないでくれ。一応俺は神なんだけどな。困ったな。一応俺は神なんだけどな。お土産の一つでも持って帰ろう。壊さなきゃ。僕だって。まだ残響が生じているぞ。どうだ。憎い。ごめんなさい。煩わしい。さあ、まだ残響が生じているぞ。どうだ。正義は我にあり。おたけびか、それもいい。さあ、うるさい。キアレン、欲しいゴブリンどもめ。反逆英雄、ペルセウスの名にかけて本気で行かせてもらいます。私としたことが勝つために途絶えろ。容赦はしない。やかましい。無念。祈りが通じたか。みんなだいぶ要領をつかんできたじゃないか。主催者として喜ばしい限りだぜ。あ、ヘルメス様、透明化解除したんですね。あのマジックアイテム重くてさ、君たちの冒険の合間くらいは脱がなきゃ頭も蒸れちゃうからね。そうですか。あ、ん、どうかしたかい、ベルコちゃん。いえ、そのずっと気になってたんですけど、ヘルメス様のその格好って冒険者でも精霊でもなさそうですし。よくぞ聞いてくれた。これぞゲームマスターの衣装なのさ。ゲームマスター？そう、このゲームのシナリオを作り、プレイヤーに生かさず殺さずの冒険を提供する。特に重要なのは、難しすぎるゲームは名作として語り継がれる可能性はあれど大衆受けはしない。チュートリアルでバレンナギガシ君が登場とか十分異常な難易度だと思うけど。難易度破綻してますよね。難しすぎず、なおかつ達成感を存分に味わえる絶妙なライン。そう、プレイヤーに貧縮を買うゲームバランスはヘボゲームマスターの烙印を押される。もちろん退屈なイベントや頭の悪いシナリオだって奮発ものだ。語るに落ちてるだろう。金銀バージョンのベル君が出てきたあのシナリオはなんだよ。あれ、ということはこの冒険もヘルメス様が考えたんですか？ああ、全て俺が指揮を取った。キャストが自分勝手に動いて愉快なイレギュラーが乱発してるけどね。金に糸目はつけない。ゲームマスターとはある意味ラスボスより厄介な存在なのさ。まあ、アイズさんはともかく、
人員や設備、小物にもお金はかかってそうですし。よく資金が足りましたね。それはアスピーの隠してたへそくりにまで手を出して。ほほう。あ、ちょ、やばい、アスピーさん、無言でどつかないで。ファミリアの出身もある意味ゲームマスターのところあるからな。ということはあれはヘボゲームマスター。ああ、ヘボゲームマスター。